こんにちは、マカロニです。今回は PS5 で本体録画した WebM ファイルをスマホへ取り込み、スマホだけで MP4 に変換する方法をご紹介します。まずスマホにビデオ変換アプリを入れるのですが、多種多様のアプリが存在し、使えないアプリも大量にありますので、今回は僕が実際に試して使えたものをご紹介します。ビデオコンバータというアプリで Google Play よりインストールします。このアイコンのアプリで評価も高めのアプリです。インストールしたら起動してみます。メディアへのアクセスは許可します。左上の赤アイコンビデオコンバータをタップします。メディア一覧からコピーした WebM ファイルを選択します。右上の NEXT を押します。フォーマットが MP4 になっているのを確認し、下のコンバートボタンを押します。そして Start Now を押せば変換が始まります。保存先の許可権限の注意が出ますので OK を押します。適当な保存場所を選択します。今回は SD カードにしてみました。許可しますかと出たら許可します。再度スタートナウを押せば変換が始まります。無料なので広告が数回出てきますのでスキップします。ファイルが大きすぎて時間かかりそうなので短い WebM に変えます。すいません。変換には結構な時間かかりますので我慢しましょう。変換が終わるまでスキップしますね。終わりました。早速確認してみましょう。ビデオコンバータというフォルダ内に作成されるようです。 MX プレイヤーで再生してみます。レース開始。いかがだったでしょうか。ちょっとカクカクするのと変換にかかる時間が難点ですが、スマホで変換をしたい人には良いと思います。この動画が変換アプリを探していた人に役立てれば幸いです。最後におまけですが、スマホで WebM のまま再生した場合、添付しておきますので適当にご覧ください。ここまでご視聴ありがとうございました。
と1分、リングは近い。フェニックスキットを使える。残り45秒、リングは近い。気晴らしに走り回るかね。チャンピオンとなりました。